そうなんですか。長丁場でしょ、今日。今日長丁場ですね。どのくらいかかるかわかんないけどね。でしょ、だからちょっとサブちゃんとさ、あの後ろに走らせておきましょう。はい。夕飯をボーリング場で1万円分キーチに気づかれず食えるから。え、無理だよ、もうキーチ見てる。これキーチ見てるの。見てるよ。見てるか。見てなかったらこれすごいことですよ。まあね、ノールックでね、ノールックで真ん中に俺らで据えれるって力を持ってるけどね。いや、あのね、ボーリング場の飯って100倍美味しいんですよ。いや、そうなんだよ。なぜかっていうと、あの、スポーツしながら飯食うって実はなかなかない。絶対やっちゃいけないことだからね。なかなかなくない？サッカーもバスケもさ、野球もさ、やりながらってないじゃん。あるとしたらダーツとかそういうレベルとかね。ダーツぐらいで、ボーリングはスポーツだから。ボーリングが一番なんかこう、体動かしてる中で飯食ってる。え、一番の幸せじゃん。そう、一番、実は運動してるから食べても太らないってことでしょ。そう、1グラムも太らないんですよ。こう、プラマイゼロ、常に一番いい。で、これで1万円分使い切るっていう。あー、いいですね。思います。最悪持って帰る。あー、最悪ね。3人いるんで。はい。キーチの腹ペコでしょ。ペコペコです。腹ペコでいいよ。これ注文しておきましょう。どうする、俺。じゃああ、ミッション。ササボバーガー。サセボバーガーじゃないよね。ササボバーガー。ササズカボールだから。ササズカボール。ササボバーガー。バーガーがいいね。ササボバーガーだ。いいじゃん。照り焼きバーガーだ。こう値段言ってるやつもダブルチーズバーガー。シンプルマス。確かに1万円食えんのかな。食えん。で、飲むのもありだから。トッピングもいけるし。10個。10個はちょっとやばいだろ。10個無理だよね。でも1人3つぐらい。意外と家持って帰る。まあまあ最悪ね。まあでも1万円分って言っといて家持って帰ってくる。でもサラダとかも1000円とかありますよ。カレーライス。それうまそうだな。ナチョスうまそうじゃない。しかも880円でしょ。ナチョス10個でしょ、これ。ナチョス10個です。いや、やばいって。いや、でもナチョス家持って帰れるよ。ポッケ入れて。いや、あの、財布に入れて。財布にナチョス入れるな。財布からナチョス出てきたらやばいだろ。三角形のものだけは入ってねえんだよ、財布って。確かに丸と四角だけ。確かに。ナチョスナチョスの L と、ナチョスの L5 ぐらいといてもいい。ナチョスの L5 はおかしい。いや、何がいけるかって。腹減ったんだよな、もう。もうこっちは。じゃあお前自家製ピクルス食えばいい。なんかあるって。あ、もうレッドブル520円。そういうことだよ。酒じゃないの。酒飲むのいいね。ドンペリ入れるな、お前。ドンペリで2万5000円じゃないんだよ。ドンペリでいいじゃん。ドンペリ入れるな。いや、それぐらいでいいじゃん。お酒飲んだらやればいいじゃん。お前、ドンペリ出たらやばいよ。じゃあ、ブームでいいじゃん。いや、もうブームでいいけど、だからそれはもう、裏でやんなきゃ、そんなことは。今、俺らが企画やって、ドンペリ入ってたら、もう引くだろ。お前、これメインで言わなくて、お前、ドンペリ入ってたら、俺、それ見づらいだろ、動画。そういう見づらさみたいな。まあ、ドンペリは俺なら入れるけどね。お前、入れるじゃん。7本。7本入れるじゃん。10万円だ。こういうことなんじゃないの。いや、ボトルでワインとか入れた日にゃん、お前さ。ダメなの、それは違うの。いや、いいと思うよ、お前が大丈夫ならいいよ。振り切ってるなとは思うけどね。急に。いや、まあでも、いや、最初のこのコロナとか。ああ、いいんじゃない。そういう、そのビール系を飲んでたりする分にはいいんじゃない。チキンビールだったらハンバーガーとビール。ああ、いいじゃん。一回1万円やめる。一回やめる。幸せになろう。幸せになってみる。え、でもさ、いけると思うよ、俺。ちなみにお腹は空いてる、俺。お腹空いてるでしょ。じゃあ僕ダブルチーズバーガー。1万円分食えるのかにしといて、一応。ああ、ハテナマーク。うん。1人で。1人か2人で。3人って最初言ってたのに。厳しいルール。1人と2人で。1人と2人でって、お前1万円と欲しい1万円で。お前なんで1人と2人と1匹とかそういう数え方は見たことあるけど、1人と2人みたいな。両方人。いじめだからね、それ。両方人。1人だって3000円食えばいいの。確かに。あと、ナチョスとバーガーでもだって2200円。あ、そっかそっか。そこまで余裕じゃない。あ、余裕だ。そうしましょう。じゃあダブルチーズバーガーにトッピングもあるんだ。トッピングあるじゃん。あれ、俺スモークベーコン。あ、俺もそれだわ。同じ。うん、全く同じ。あとナチョス。ナチョス、全く同じじゃん。で、コロナ。キーチは何する。え、ハンバーガー美味しそうな。美味しいです。はい。値段いくやつの方がいいんじゃない。でもゴルゴン、あ、パイナップル。まあ、パイナップル入ったら大丈夫。いや、全然大丈夫。じゃあゴルゴンパイナップルバーガーいったらスターになる。ゴルゴンゾーラで。ゴルゴンパイナップルバーガーにゴルゴンゾーラソース250円足せる。
いいじゃん。いいじゃん。コンボだ、コンボ。で、キイチ運転あるから。そうだね。もちろん申し訳ないけど。ああ、そうですね。ちょっとお酒は。そうね。コーラフロート。コーヒーフロート610円。これで行こう。コーヒーフロートで大丈夫。コーラフロートでいい。じゃあコーラフロート。そしたら、いいね。みんな2000円分ぐらいいった？全然いってるよ。え、オニオンリングも俺食いたいわ。オニオンリングも入れとく。フィッシュ&チップス食べたい。コロナ2本ぐらいぶち込んでいいよ、俺。あ、いやいやいや。じゃあもうこれでいったんじゃない？あ、すいません。注文っていいですか？飲み物も12時ですか？飲み物は12時。あ、飲み物は無限だ。あ、じゃあ大丈夫だ。最悪ドンペリ入れようかな。ドンペリ入れる。ドンペリ入れて全部モザイクにして、うん、最後土下座して視聴者に謝る。僕フライドエッグなの。これ卵とどうですか？はい、卵を欲張りじゃん、ただの野菜全部プラスして野菜1個全部抜き。あ、僕も抜きで。じゃあ全部野菜、あと上の1つは野菜、上で野菜上で、野菜上でって言うので、あとはオニオンリングと、はい、2つ、オニオンリング2つとフィッシュ&チップス。フィッシュ&チップス。ナチョスって言ってたよ。あ、ナチョス。ナチョス、ナチョス、まあ、L。あとクラムチャウダー1つ。クラムチャウダー飲もうとすなよお前。何をお前そのうちの良さ出そうとしてるの。好きなんだよ。そうっすね、クラムチャウダー2つ。いや、食いたいじゃん。めちゃくちゃ美味しそうに聞こえたじゃん。クラムチャウダーの2ついる。クラムチャウダー、あ、いります。3つだよ、3つで。あと、あの、酒。酒ね。酒って言い方すなよお前は。コロナを2つと、はい、あとコーラフロート1つ。全然1万円いくじゃん。誰だ子供連れてきた。以上でいいんじゃない。以上で、はい、今いくらぐらいいったんですか。ちょっとあっちで見てもらえたら。まあでもあと酒でなんとかする。うん、わかりました。ありがとうございます。楽しみだぜ。夕飯だ、夕飯。夕飯だ、夕飯。じゃあオニオンリングが減らす。オニオンリング2つ。キャンセルです。すいません。わかりました。すいません。まだキャンできる。キャンできる。ちょっと、あと何食べ過ぎたっけ。クラムチャウダーって。クラムチャウダー、クラムチャウダー、うまい。やだ。ナチョス、ナチョス大丈夫っす。はい、ナチョなしで。ナチョなしって言うなよ。おはようございます。来たわ。ちょっと乾杯しよう。来たで。コロナだよ、なんかアメリカンじゃないですか。えい、乾杯。えい、キーチ、キーチも。あ、ごめんなさい。へい、へい、ささっと終わらせて帰りましょう。ささっと終わらせて、夕飯も食って。はい。コロナなんかかっこいいよね。かっこいいよ。コロナ飲んでる、なんかアメリカンじゃないですか。確かに。なんかさ、ワイルドな人たちがコロナ飲んでる。庭でな。うん。じゃあ行きますか。はい。僕から。え、オープニング。あ、オープニング。どういうミス、どういうミス。え、だって、もうちょっと。はい、どうも。大丈夫です。あー、でもカーブしそうですね。いきます。はい。おっ、やったー。すごくない。ということで、絶対にストライクが出ないレーンドッキリでした。本当ですか。はい。出ちゃいました。出ちゃいました。それはちょっとおかしいっすね。それは強運ですね。はい、僕らはおしまいです。じゃあそんな俺が知らん。はい、じゃあ続きいきますか。イエーイ。フィッシュ&チップスが来ました。はい、最高。ラッキー。いや、最高っす。ありがとうございます。来ました。イエーイ。フィッシュ&チップス美味しいよ。食べたないでしょ。食べたない。うまいね、これ。フィッシュがね、うめえの。危ねえ、危ねえ。フィッシュなの、こいつ。フィッシュなの、熱いよ。熱さが売りだから。うん。俺のコロナを。フィッシュ&チップスのフィッシュはもう肉。フィッシュ&チップスしとくわ。
バーガー来ました。バーガー、バーガー来たせいで俺のストライクが、あ、ごめんなさい。え、バーガー来たんですか？バーガーも空気読んでほしいな。7ストライク、7ストライク出ました。7ストライク来ました。じゃあバーガーに持ってかれてた。じゃあバーガーご注意ください。それがダブルチーズバーガー。やったダブルチーズバーガー、フライドエッグ。あ、出た、ありがとうございます。じゃあ7、え、7はストライク出した。え、おお、あ、すみません、バーガー来ました。バーガー来すぎだろ。バーガーありがとうございます。ありがとうございます。え、8やっていいよね。はいよ。月8でございます。こっから早いんじゃない。バーガーがすごい時間で、やったー、バーガーがすごい時間で、しかも卵も残りあと7キロだから余裕ですよ。余裕でした。バーガーがすごい。それ店で見せよ。いや、ボーリング場のね、ハンバーガーが一番美味しい。もういい匂いしかしないもん。いい匂いするわ。もう肉が2個入ってる。いや、もうこれすげえよ。このバーガーまず、うわ、ちょっと欲望の塊。このボーリング場のポテトが一番名よ。あ、そう、本当なんです。本当は信じてください。いただきます。本当にすごいよ。野菜全部抜いてもらったもんね。ハンバーガー屋さんになればいいのに。ここ、うん、いただきます。おお、うまいよ。アメリカも入れて1位。アメリカも入れてハンバーガーで1位。これはすごいわ。こんな贅沢なバーガーねえわ。うん、動きながらハンバーガーを食うっていうね。うめえ、うまっ。たまらねえ。やばいこれ。これやばいね。ここのハンバーガーマジおすすめだね。うん、キッチンも座ってた。うん、あ、ありがとうございます。こんな美味しいバーガー、はい、キッチンのバーガー来ました。ありがとうございます。すごい、なんかチーズが溶け出してる。あ、これはめちゃうやだ。あれ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 、贅沢すぎ、贅沢な食卓なんだ。はい、コロナをもう一本、はい、出た、クラムチャウダー出ました。絶対美味しい。ワイズスピードの、で、映画の中でよく美味しいがあって憧れてたの、瓶でビールのっていう。ドムだね、ドムドムで飲むのよ。そうでしょ。いやいや、もう傷つきましたみたいな帰ってきたら。代謝上がってね。お酒も美味しかったです。めちゃくちゃ楽しみました。はい、ということでサムチャンネルでした。明日
あ、いや、だからこそだよ。思い出探ししないと、それ引っ越したことになっちゃう。思い出作りじゃないよ。引っ越したことになってるよ。戻ればいいじゃん。戻った時、俺んちじゃないで、そこ。でもね、おすすめ。いや、こう、こう歩いて、うん、例えば電線を、一本の電線も、すごい見慣れた電線なんですよ。うん。あ、そういやあったわ。とか、あ、ここの木、なくなっちゃってんじゃん。あー、でもちょっと楽しそうだな。なんか、壁めちゃくちゃ汚れてない？あれ、昔こういう、なんか、でかいとあったっけ？昔めっちゃでかいと思ってたやつめっちゃちっちゃいな、みたいな。そう。本当にある。あ、それ楽しそうだろ。とか、公園、いつも行ってた公園。はい。なんか遊具、減ってるとか。昔のやつなくなってんじゃん。ありそう、ありそう。で、その公園行って、あれ、ここら辺なんかあったけどな、とか言ったら意外と、支柱みたいなやつだけ残ってたりする。あ、そうそう、この色、この色、みたいな。青色っぽいのが剥げてたから、うん。あ、色、塗り直したんだ。塗ったんだ、みたいなね。あ、それめっちゃいいんじゃない？楽しそう。でも、おすすめですよ。でもなんか寂しいね。